アングロマスタカトルは、テキサス州ビッグベンド国立公園の後期白亜紀、カンパニアン期のアグハル層から化石が発見された、長脚類ハドロサウルス科に属する恐竜の属の一つ。この属名は、曲がった咀嚼者を意味し、上顎の形状とリオグランデのビッグベンドが、大きな曲がりを意味することに由来する。TMM43681 から1。 という単一の標本から知られている。アングロマスタカトルのホロタイプにして、唯一の標本は、部分的な左上駕骨である。この骨は、他のハドロサウルスとは異なり、円位単で約45度下方に湾曲しており、死列もそこに収まるように曲がっている。他の地層からは報告されていない上顎の独特な、特徴は、アグハ層の恐竜が終末期の形態であったという。 仮説を指示するものである。これは、アグハ創上部のページ岩層で発見されたもので、小さな支流の堆積物と解釈される岩礁の中で、植物、骨、貝類の破片の中から発見された。この岩礁は、その上にある、ジャベリナ層のすぐ下にある。アングロマスタカトルは、ランベオサウルス赤に分類され、中空のクレストを持つハドロサウルスの仲間である。 2009年にワグナーとレーマンによって記載された。1983年に初めてアグハソにランベオサウルス赤が存在することを発表したカイルエル・デービスにちなんで命名されたアングロマスタカトル・ダビエ氏が模式種である。ハドロサウルス類であるのでアングロマスタカトルは二足歩行、四足歩行をする草食動物で生前と並んだ常に交換され続ける歯で植物を 食べていた。ありがとうございます。